今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。急に冷え込みましたね。いや寒いですね。びっくりしました、はい、ね。でもあんまりこれも長続きしないんですか、また暑くなるんでしょう、噂では。そうですね、もういつ夏が終わるんだって感じですけど、ね、そうです。一瞬秋になってまた夏に戻る、これの繰り返しですね。もうそれも秋って言ってもね、なんかこう、晩秋みたい そうなんですよ。そんな感じが今朝の気温なんかしましたからね。前なら本当9月ね、まだ運動会には早いぐらいの感じですよね、この暑さだとね、はい。昼間またちょっと暑くなるんですか、今日は。今日は20度ぐらいですかね。20度ぐらい、まあ、ですからそんなに上がらない。あ、やっと秋に、じゃあ、冬来るんですかね、今年ね。いや来るんですよ、急に来るんですよ、ね、急に来るんじゃないですかね。いつ夏物から冬物に変えようかと思ったんですけど、はい、ちょうど北海道なんか初冠雪が、ね、あったなんていうのがありましたし、ね、なんかロンドンやたら寒いんですよね。今8度ぐらいって、ね、最低気温が。なんか気流がなんかちょっと乱れてるという。そうですね、これ地球の悲鳴ですね、これ。はあ、グレタ先輩逮捕されてる場合ですか。いやそうです、拘束されてる場合ですか。21歳になりましてね、本当にね、はい、もうね、成人したんだからと、はい、ね、捕まっちゃいますからね。もういい大人なんだから、いい大人なんだからっていう感じですね。昔みたいにね、やんちゃできないですからね。そうですよ。あ、はい、はいはい。さて、訃報です。タレントファッション評論などで活躍したピーコさん、本名は杉浦克明さんが先月3日敗血症による多臓器不全のため神奈川県内の病院で亡くなったことが分かりました。79歳でした。1989年、悪性黒色腫の診断を受けて、左目を摘出、義眼を挿入していました。以来黄色いレンズの眼鏡をトレードマークにしていました。一卵性双生児の弟である映画評論家おすぎさんと、おすぎとピーコとして揃って同性愛者であることを公表し、75年からタレント活動を始めました。笑っていいともをはじめ数々のテレビやラジオ番組に出演、街角の女性を対象にした辛口ファッションチェックの草分け的存在で、シャンソン歌手としてもピーコさんは活動されていました。芸名のピーコは山陽レインコートに勤めていた際、倉庫での作業時におしゃべりが多く、ピーコと呼ばれたことが由来だったといいます。ピーコさん亡くなりました。常念さん、この訃報というふうに受け止めてらっしゃいますか。私なんかすごい昔ですけど、はい、日比谷線に乗ってる時に多分ピーコさんが撮ってた。そうですか。あ、都会には芸能人がいるとかその時思ったんですけど、30年前やっぱり目立ってた、輝いてたんですね。目立ちましたよ。なんで乗ってんの、なんか移動に急いでたんですけど、六本木あたり乗ってきたの、テレ朝からどっかに移動する時だったと思うんですけど、はい、なんか車が混んでるんで急いでたんで電車乗ってたかもしれないですけどね、はい、一度も見かけしたことがありました。すごい若い頃ですけどね、はい、もうそれこそ笑っていいともとか、はい、ね、その頃ですね、もうバシバシバリバリ出た頃ですけどね、はいはい。で、古希過ぎてもですね、精力的に芸能活動を行っていたピーコさんだったんですが、21年頃から弟おすぎさんに認知症の兆しが見られたため、10年前から福岡で暮らしていたおすぎさんを横浜に呼んで同居を始めたと。しかし老老介護限界がありまして、次第に兄弟仲も悪化、そのうちピーコさんにも認知症の症状が現れたため、22年おととし2月に同居生活を解消していました。おすぎさんは介護認定を受けて横浜市の高齢者施設に入居したといいます。ピーコさんは一人暮らしを続けていましたが、テレビとエアコンをつけっぱなしで失踪し、警察が捜査に乗り出すなど、たびたび騒動を起こしたこともあったといいます。なるほど ね、認知症ね、はい、79歳ですから、まあそうですよね、もう80近いですからね、はい、そうですね、避けては通れなかったのかもしれませんけど、そうなんですね、なるほど、まあ、そのピーコさんが敗血症による多臓器不全のために79歳で亡くなったという ね、先月3日に亡くなったと、亡くなってたってことですね、はい、いうことですね、死んだ哀悼の意を表します、はい。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞、衆議院選挙、与野党の党首、西へ東へ舌戦。衆議院選挙27日の投開票に向け、12日間の選挙戦の折り返しを迎えました。与野党の党首は全国の接戦区などを飛び回って支援を訴えていて、後半戦に向けて戦略的に浸透を図る考えです。石破総理、昨日大阪など関西3府県をめぐり、公明党の前議員候補らの応援演説を行いました。
公明党は関西で日本維新の会の候補と接戦を繰り広げていて、石破総理、大阪市で公明党の山口前代表と並び立ち、自民公明の結束を強調しました。公明党の石井代表は、自身が立候補する埼玉県内で物価高対策などを訴えました。後半戦は関西に入る考えです。選挙戦の与党の動きですが、これ常念さんはどうご覧になってますか？いやなんかね、今与党に結構逆風吹いてるみたいでね、はい、有力候補でも大変な人がかなりいると、世論調査ではね、厳しい数字が出てるみたいですね。なんかでも小泉進次郎さん人気あるみたいですね。そうですか、なんか行く先々でなんか非常に応援演説で盛り上がってるみたいですよ。進次郎さんでよかったんじゃないかみたいな感じしますけどね。どうなんですかね、はい、あと高市さんもね大人気でね、いろんなところから応援依頼があってね、はい、すごい盛り上がってるみたいですね、はい、さて野党の動きご紹介します。立憲民主党野田代表、最大の票田である東京都内を集中的に回りました。板橋区では自民党の政治と金の問題を批判し、自民は甘い処分しかできなかった、有権者がペナルティを与えるしかないと呼びかけました。日本維新の会馬場代表は四国三県をめぐり、愛媛県今治市では自民に任せても地方は良くならないと対抗意識をあらわにしました。共産党田村委員長は東北三県で浸透を図りました。国民民主党の玉木代表は近畿6府県を回りました。令和新選組の山本代表は大阪府などで、社民党の福島党首は都内で、参政党神谷代表は熊本市などでそれぞれ支持を訴えたといいます。選挙戦主な野党の動きですが、常念さんこちらどうご覧になりますか？もう あれですね、立憲民主党も政治とかねえと、はい、ね、有権者がペナルティを与えろと、もうこれ一本に絞ってはい、やってますよね、まあ、ただその批判もいいんですけど、まあ、批判もしなきゃいけないと思いますけどね、批判だけっていうのもちょっとね、はい、有権者にがペナルティじゃなくて有権者にペナルティが、この政党はどんな経済政策言ってるかとかちゃんと考えてもいいですよ、はい、デフレでもいいっていう、ね、小川淳也さんがなんかね、立憲民主党の NHK 日曜討論出て、幹事長、はい、1ドル70円の時の方が良かったみたいなこと言ったっていうので、今もうなんか衝撃走ってますけど、やっぱデフレでいいと思ってんじゃねえかみたいな、いやそれはね、自民党にペナルティにもなりますが、同時に有権者にもすごいペナルティになるんで、大丈夫ですかね。デフレになると値段だけ下がるんじゃなくて失業も同時にすごく増えるんですけど、 そこちゃんと分かって言ってるかどうかっていうとこですけどね、皆さんそんなに政治と金の問題気にしてるんですかね。はい、ね、まあ、ちょっとアンケート見るとね、それが問題だって言ってる人も多いんですけど、まあ、でもそれでパニッシュメントやったからといって、結局経済政策でしょ、その先もやっぱり考えないといけないと私は思いますけどね。そうですね、はい、まあ、具体策出してる野党も結構 ねそうそう、野党でもはね、はい、国民民主の方はちゃんと経済政策はやってるので、まあ、野党いろんなバリエーションありますからね、皆さんでよく見てお選びいただくのがいいかなと思います。そうですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、自民党森山幹事長、連立政権の枠組み拡大否定せず。自民党森山幹事長、昨日の NHK の番組で、衆議院選挙後に自民公明の連立政権の枠組みを広げる可能性を否定しなかったと言います。森山幹事長、過半数割れをしようとしまいと、同じ政策を持って国の発展を図ろうという政党とは協議は前向きにしていくべきだと基本的に思うと発言。具体的な相手については、どの党か念頭に置いているわけではないと話しています。森山幹事長の連立政権の枠組みに関する発言ですが、これはどうご覧になりますか？いやもう弱気ですね、いきなり ね、はい、そんな、ねえ、はい、過半数割れしようとしまいとって、まあ、それはそうなんだけどさと今言うみたいな、今このタイミングでね、はい、そういうこと言わない方がいいと思いますよと。そうですね、いろいろとその党にはデータが入ってきてるんでしょうからね、まあ、厳しい結果ね、でそうなんでしょうけどね、今日ね、まあ、この後やりますけど、朝日新聞の世論調査、はい、かなり厳しい、はい、ね、感じですからね。でもその前は各紙過半数はいけそうだ、与党でいけそうだみたいな記事はあったんですけど、この1週間でまた情勢が悪化してるってことじゃないですか。そういうことですか。まあ、後半戦に入ったわけですけども、この後半戦でどうなっていくかっていうところですね。後半戦ね、でもなんか、はい、ね、国民の皆様がその具体的な政策よりも怒りをメインで行動されてるっていうことであるとね、まあ、これはこれで民意ですから、はい、
一回それで2009年にね、消えた年金だなんだかんだって煽られて、みんなでその怒りを爆発させて民主党政権を誕生させた結果が、まあ、ああいうざまだったわけですから、まあそれをもう忘れてる人がもう10年も経つとね、忘れる人がこう増えてきてんのかなみたいなね、はい、でも今のちょうど40歳ぐらいの人ってその就職氷河期の時にね、はい、あのそうかもうちょっと前か30代か、ね、あの民主党政権ひどい目にあってっていう人も多いですから、どうなんですかね、はいですね、はい、まあ、その立憲民主党野田代表ですが、衆議院選挙後に日本維新の会や国民民主党が自民公明両党の連立政権に加わるのは筋が通らないという認識を示しました。野田代表、臨時国会で石破内閣への内閣不信任決議案を共同提出した責任は重たいと話し、自民党が連立政権の枠組みを広げることに釘を刺しました。野田代表のこの指摘ですが、ジョネスさん、これはどうでしょうか。まあ、これは正論ですよね、はい、不信任決議案出している石破内閣のまんまですからね、はい、だからまあ石破内閣が変わるんであれば、だからこう誰かすげ替えるんであればいいのかもしれないですけど、石破さんのままだったらそれはダメでしょうね、石破さんこれ参院選まで持つのかみたいな、ね、議論にもなりつつあります。来年の参院選ね、はい、ね、だから自民党の長老はこいつにやらしちゃダメだってずっと言ってたんだみたいなね、やっぱり森さんが言ってる、森さんのやっぱ選挙眼は正しいということですかね、なかなかその世論を見るのは、あの、はい、森さんはそのすごいね、卓越したものをお持ちだというふうに言われてたんですけど、はい、やっぱ読んでましたね。そうなんですね、まあ、でもこうやってこの情勢がどうも変わってきたのかというような ね、まあ、これは新聞の調査によるものではありますけれども、はいはい、だけど、まあ、今回この自民党の議員の中にはですね、はい、重複をやめて、はい、で、あの、もう小選挙区だけっていう、そうそうそう、落選した人も出るかもしれないですね。そうですね、そういう意味では、まあ、それでだから少し痛い目にあってですね、はい、本当に反省しろっていうことなんでしょうね、だからまあそれだけこの裏金問題、はい、政治資金問題に対する国民の怒りはでかかったと、まあ、確かにちょっとね、対処間違えた部分はあると思います。はい、あの、僕ね、一番いけなかったのはね、これ前にも言いましたけど、あの、鈴木財務大臣が、あの、一義的には政治資金として処理するっていうふうに言っちゃったじゃないですか、はい、あれはね多分違ってですね、一義的には所得と、見なして、あの、税務調査の対象ですと、で、あの、政治資金であるというなら立証責任は議員の側にあるので、そこはもう厳しくやりますと、はい、国民の皆様に、ね、ちゃんと、あの、答えるように、脱税とかいうのことないように、はい、税務調査ちゃんとやりますと、いや、よかったんですけど、そこで厳しさ見せなきゃダメだったんです、まあ、確かに法律上は一時的に政治資金なんですよ、はい、なんですけど、まあでもだって我々は税務調査を受けるときは、ね、はい、あの、一応そういう目で見られて、ね、来るわけじゃないですか、はい、まあ、向こうはそういうことは言わないですけど、いや、もう、あの、一般的な税務調査と同等の、あの、まあ、国民と同じレベルの税務調査を仕掛けると、はい、で、実際もうこれは所得ですって言って、もう、あの、あの、政治資金なんだけども所得でいいですって払う人とか出てきて、はい、まあまあ、パフォーマンスですけどね、それもね、でもその対処の方が、あ、なんかやられたっていう感じでね、あの、もっと留飲下げる人が増えたと思うんです。いや、ごまかそうとかと思っちゃいましたけど、バレちゃいましたみたいな、でも普通に延滞税取って重加算取ったりとかね、はい、やって、で、そこでもうなんか海を出すと、いうふうにやれば金の恨みはね、はい、だいぶなかったと思うんですけど、はい、結局なんか政治資金のままうやむやにみたいな感じじゃないですか。まあ、不記載ですから、後で直せば政府って、野党もやってんですよ、それ、はい、誰も税金払ってないですから、なんなんね、野党だと不記載いっぱいあったわけで今まで、はい、だけどなんかそれがそういうふうに見えちゃったのが、やっぱ金の恨みがね、僕は、まあ、恐ろしかったなと、鈴木財務大臣対応を間違えたというか、まあ、岸田さんですよね、そこだけは僕はちょっと前から言ってますけど、はい、やあれはもうなんか、ね、はい、あの、我々だってそう見られるんだからと、経費だって立証できなかったら、あ、これはじゃあ違いますねって言って、税金取られるわけですから、税務署からね、税務署から、はい、でしょ、だから同じことやってほしかったなって思いますよね、はい、はい、今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。昨日の日経新聞です。FRB アメリカ連邦準備制度理事会が4年半ぶりの利下げに踏み切ってから1ヶ月が経ちました。投資家はより高いリターンを求めて資金を債券からリスク資産に移していて、世界の株式の時価総額過去最大規模となりました。金融緩和と強いアメリカ景気の併存が追い風となっています。主要資産のこの騰落率というのを見ますと、投資家のリスク先行姿勢が鮮明と、 FRB が9月18日に 0.5% の大幅利下げを発表して以降、安全資産とされるアメリカ国債から資金が流出する一方で、日米欧の株価指数軒並み上昇しました。
世界の上場企業の合計時価総額9月下旬123兆ドル、およそ1計8000兆円まで膨らんで、2021年11月以来およそ3年ぶりに過去最高を更新しました。直近も122兆ドル台で推移しています。アメリカ利下げ1ヶ月リスク資産に資金流入ということですが、これは常連さんはどうご覧になってますか？そうですね、社会科の教科書に書いてある通りじゃないですか。教科書通り、金利を下げると、はい、お金預けておいてもしょうがないと思った人が、はい、お金をリスク資産に投入するということですよ。でさらにこれは借金する側の人から考えると金利が下がるから、まあ、今までだとちょっと慎重に投資をしていた人が、投資をするようになるということですよね、はい、でさらに言うと株価が上がるとですね、資産効果というのが出てですね、はい、別にもあの儲かったね含み益なんで手締まってあの現金で儲かったわけじゃないんですけれども、あの株価が上がると含み益増えるので、はい、なんか金持ちになってるような気分になって、はいはい、でそれで消費が増えるとかね、まあ、これ全部あの社会科の教科書に書いてあることですけど、まあ、それが起こっていると、まあ、ちょっと利下げしただけでこれが起こっちゃったということなんですね。でよくあるのがね、利下げしてもこういうふうになかなかならないんで金融政策が効かないとか言い始める人がいるんですけど、まあ、それはさすがにね、はい、もうちょっとあのお待ちになっていかがですかみたいな時間をね、そうなんですよ、利下げした瞬間にこういうこと起こらないといけないみたいなふうに思い込んでる人が多いので、はい、まあ、それはさすが違いますよねとは思うんですけど、まあ、アメリカはまあそういう意味で言うと利下げ始まったばっかりなのにもうこういうこと起こり始めてると、1ヶ月ぐらいでね、そうなので 0.5% もやんなくてよかったんじゃないのって意見がね、はい、サマーズさんあたりからは出ていると。あ、そうなんですね、はい、いうことです、はい、で投資家のリスク選考には2つの追い風が吹いていると言います。まず世界の主要中央銀行が利下げ局面に入ったこと、高インフレの収束が見えてきたことでアメリカ FRB 景気後退入りを避ける予防的利下げに舵を切りました。で FRB の政策転換を受けて各国地域はですね、利下げをしやすくなったと。アメリカに先んじて利下げを進めると対アメリカの金利差が拡大し通貨安資本の流出を招きかねない、まあ、こういう懸念があったといいます。まあ、次に世界経済の牽引役であるアメリカの底堅さです。利下げ局面入りで景気のソフトランディング軟着陸観測は高まりました。17日発表の9月の小売りの売上高も市場予想を上回りました。減速どころかアメリカ景気の良好さを示唆するようなこの指標が相次ぎます。世界的な利下げ局面と想定外に強いアメリカ経済の共存を受けて市場は今後の投資シナリオを修正し始めています。まあ、記事では余剰マネーの過度な収益の追求によって金融市場はバブル発生の一歩手前の状況との指摘もあるんですが、このあたりいかがですか？さあ何をもってバブルとするかはね、バブル弾けてみないと分かんないですから。そうか、事後にならないと。そうですよ、そのまま行っちゃったらやっぱファンダメンタルズでしたって話になって、弾けたらやバブルでしたって話なんで、あんまりそういうこと今言ってもしょうがないかなと、とは思うんですけど、ソフトランディングどころかもうノーランディングと、あもう着陸しないと、もうタッチアンドゴーだみたいな、まあ、そういうふうにちょっとなりつつありますね。なるほど、滑走路着陸しないでまた離陸方向に持っていくというね。そう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 、ということで、まあ、これも私が9月のね、4日ニューヨークで予言した通りの展開、予言通りか、予言通りの展開ですね、9月4日じゃなくて9月6日か、まあ、何日でもいいんですけど、9月上旬に、ね、はい、あの2か約2ヶ月1ヶ月半ぐらい前にね、ニューヨーク講演会で言った通りですね、やっぱソフトランディングだろうなと、下手するとノーランディング、はい、だとすると利下げ局面いつまで続くのみたいな、はい、ことですよ ね、 ですね。利下げ局面いつまで続くのと、利上げ局面に来るんじゃないのみたいな、また感じになってくると、ちょっと市場は様子を変わってくるんですよ。ここで弾けるかもしれませんね。あ、ここ、ここまでは大丈夫。はい、で今ちょっとそれが、ね、ちょっとこう半々で、まあ、それがいつなのか。そうだってまだ来年も利下げだとか言ってる人いますからね。いまだにね、そうなのといらねんじゃねみたいなところですけどね。そうですか、はいはい、また後ほどお話伺います。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞、東京千代田区の自民党本部と総理官邸が襲撃された事件、公務執行妨害で現行犯逮捕された職業不詳臼田篤信容疑者の軽ワゴン車から見つかったポリタンク灯油缶およそ20個のうち、こちらですね、16個にガソリンが入っていたことが分かりました。臼田容疑者、おととい19日早朝、軽ワゴン車で総理官邸前の
の防護柵に突入し、警察官に発煙筒のようなものを投げたとして現行犯逮捕されました。捜査関係者によると車のトランクには容量18リットルのポリタンクがおよそ20個あり、鑑定の結果16個の液体はガソリンと確認されました。車内には複数のカセットコンロ用ガスボンベもありました。臼田容疑者黙秘していますが、公安部はガソリンを積んだ車を爆発させる狙いがあったと見ています。いやー、物騒な事件が起きましたね。殺す気満々ですよね。そうですね。あの京アニ事件覚えてます？はいはい、あの時京都アニメーション、そう、あの時犯人が持ち込んだガソリンの量は、はい、このポリタンク1個分ですよね。あれであれだけの爆発起こってるんで、それの16倍持ち込んで、はい、でさらになんかこいつ自身が、この犯人自身が防護服を着て、はい、噴霧器のようなものでなんかあれでしょ、巻いてた、巻いてて、で、それをなんか食らった機動隊員3人が喉に、はい、あのね、負傷を負ったということなので、もう殺す気満々、殺意もう、あの本当爆発してたら何人か殉職者出てたかもしれないみたいな事件ですよね。でこの男はあの極左活動家と、反原発、反差別の活動をやっていた活動家、そうなんですか。で自分の意見が通らないからといって暴力を使うような人間です、はい、で10年前に大井原発 の前ですごいデモがあって、その時にこの容疑者と一緒にデモに参加している、某政党の関係者がいらっしゃるんですよね。さらに言うとこの、本人のものと思われるツイッターアカウントをフォローしているある野党党首もいて、はい、ごまかすためにしれっとその、フォローを解除していると。これ接点ですよね。つぼつぼ言うて統一教会の人とね、写真撮ったやつなんか騒ぎまくってたマスコミはなんでこんなね、テロリストと接点のある政治団体というか政党をですね、ちゃんと批判しないのかと。でそういうことしないでね、この犯人がなんかその社会に対して不満を持ってましたみたいな犯人の主張を伝えちゃった朝日新聞、はい、いやそこじゃないでしょうと、うん、一緒にデモしてた人はどのようなご関係なのかと、はい、つぼつぼ接点接点言うてた祭りをね、どうぞやってくださいと、まあ、僕はあれどうかと思いますけど、はい、同じ基準でやるならこれ祭りでしょう、こんなのはっきり言ってと思うんですけど、まあ、日本のね、そのマスコミの報道姿勢大変疑われるなと思いますね、はい、で自民党森山幹事長、この事件を受けて言論が暴力によって封殺されることはあってはならず、民主主義の根幹たる選挙が行われている最中であり、今回の行為には強い憤りを覚えている、まあ、こういうコメントを発表したということですかね、うんうん、まあ、これだけの事件が起こっているのに、はい、まあ、世論調査でね、今自民党不利みたいに、まあ、これでまた変わるかもしれないですけどね、今週ね、はい、だけどやっぱりその自民党は悪いやつだから何やってもいいんだみたいなのはこれはさすがに違いますよ。違いますね。それやったら民主主義自体がぶっ壊れちゃうんで、はい、でそういうのを、まあ、もてはやしている人、まあ、実際にですね、解散総選挙のね、はい、まあ、最後のね、国会でね、裏金なんとかとか言ってプラカードを出してね、懲罰食らった、ね、議員いますよね、はい、大石あきこさん、れいわ新選組、ああいうことやっちゃダメなんですよ、民主主義自体の破壊だから、でこういう行為もダメ でしかもこういうやつらと一緒に活動してたやつがいる政党、はい、ね、これちゃんと説明責任あるんですけど、各党がですね、この件に関して非難の、ね、声明を出す中、その党だけは、しれっとこの件、まだ何もコメントしてないということなので、はい、これ大変問題があるなと思いますね、はい、はい、さあそれではここからは常念さんにこのテーマで話を聞きます。円相場およそ2ヶ月ぶりに1ドル150円台に値下がり、4月から9月の円安進行で貿易赤字は拡大。17日ロンドン外国為替市場で円売りドル買いが進んで、円相場一時1ドル150円台に下落しました。1ドル150円台になるのは8月以来およそ2ヶ月半ぶりです。アメリカの小売りの売上高が市場の予想の数値を上回り、今後は FRB 連邦準備制度理事会による利下げのペースが緩やかになるとの見方が強まり、日本とアメリカの金利差の開きが意識されたといいます。この流れを受けて先週金曜の東京外国為替市場でも円を売ってドルを買う動きが広がり、1ドル150円台まで値下がりしました。アメリカの経済指標を受けて先週円安が進んだということなんですが、ジョネさん、まずはこれはどう受け止めてますか。下がったら上がる、上がったら下がる。
ということですね。二階さんのモノマネ、二階さんのモノマネです。彷彿とさせるような、二階さん、上がったら下がる、下がったら上がると二階さんおっしゃってますけど、そういうことです、まあ、そういうものだと、はい、なんであんまり一喜一憂してもしょうがないと、はい、まあ金利差は開く方向に行ってますよね今ね。ただ日銀も利上げすると思いますけど ね選挙終わったらね、FRB どうすんだろうな、あと2回利下げするかどうか ねなんか思ってる聞いちゃったんで、はい、どうなのって感じですけどね、はいはい、でアメリカの個人消費の動向を示す9月の小売業の売上高を見ると前の月と比べ 0.4% 増加して、市場が予想していた 0.3% 程度の増加を上回っています。で市場では今月4日に発表された雇用統計も労働市場の底堅さを示す内容だったことから、 FRB が利下げを急がないのではないか、まあ、こういう見方が広がっているといいます。利下げを急がないのではないか、いやどうでしょうね城内さん。当初の予想では、はい、0.5% の後、はい、0.25 2回で 1% と私は読んでいたんですが、はい、まあ、ぶっちゃけまあそれは、ね、過去の予想であってですね、はい、まあ、現実どうかというとインフレ率見て出たとこ勝負だと思うんですよね、でこれちょっとねテクニカルな話になるんですけどね、はい、このおはようテラちゃんでねかつて、まあ、あのコメンテーターをやられていた足立誠司さんね、はい、今日銀審議になってますけど、いいす、ね、この間ね、はい、あの香川県の高松市でね大変素晴らしい講演をされまして、はい、はい、でその中でまあいろいろ言ってるんですよ。あの中立金利の問題ね、はい、まあ、それがまあ少し上がっていくとそれに合わせてまあ利上げもしていかなきゃいけないと、ただこれがね なかなか捉えどころがなくてね、難しいんです。いろんな指標を見てまあ推計をするんですけれども、はい、でその金融政策をやってる間にねこれ動いちゃうんですよね、中立金利自体も、ね、あ、なるほど、はい、金融政策やってる間に動いてしまったりするので、だから最後の調整結構微妙になるんですよ、はい、でその微妙なところをですね我々が予想するのはもうほぼ不可能ということなので、まあその結果は結果としてね、その金融政策の、まあ、日米双方の、ね、金融政策 その差分でこれ動きますから為替レートはね、はい、まあ、結果として出るんですけれども、まあ、それこそ二階さんですよ、はい、二階さん別に言ってないんだけど、俺がモノマネしてるだけなんですけど、上がったら下がる、下がったら上がるという程度かなと思います、うん、まあ、だ長期的にどっち動くかっていうのはね、はい、まあ、予想してもいいんですけど、まあ、それはまたあの経済理論通りですね、そこはそこでね、はい、まあ、そんな感じですね、はいはい、で日本の経済指標を見ると財務省が先週木曜に発表した2024年度上半期4月から9月の貿易統計の速報値、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3兆1067億円の赤字でした。赤字は7期連続、輸出額輸入額はともに伸びましたが、円安ドル高などを背景に輸入の伸びがより大きくなって、赤字幅が前の年の同じ時期よりも 14.4% 拡大しました。今年度上半期の貿易統計、これは常連さんどういう感想をお持ちですか。これもあの経済学的な一般論を言わせていただくと、輸出輸入額がともに伸びていると、はい、ってことは輸入額も伸びて、伸びているで、かつ輸入の方が大きくなっちゃうぐらいに伸びてるわけでしょ、はい、輸入が増えるっていうのは要は国内の生産力で需要を満たせないので、はい、であのそれで海外からその、ね、はい、リソースを、まあ、買ってるっていうことですから景気がいいってことですよね、悪いことじゃないんですよ、で貿易赤字黒字って赤字ってついてるからみんな悪いことみたいに起こってるんですけど、これはだからあの入ってくるのが多いか出てくるのが多いかっていうのを赤字黒字って言ってるだけで、別にどっちがいいってわけじゃないですから、はい、そこしっかり抑えておかないと、ね、そこをちゃんと抑えないといけないっていう話ですよね、あとはまあその円安でまあ単価が増えたからと、単価上がったからという側面もあるので、数量も多分だから見た方がいいと思うんですよね、数量ね、金額だけじゃなくてね、はいはい、まあ、こうした中日本銀行植田総裁先週金曜日全国信用組合大会に挨拶を寄せて、アメリカをはじめとする海外経済の先行きは不透明で極めて高い緊張感を持って注視していく考えを改めて強調しています。今後の利上げについてですが慎重に検討するものとみられます。また日銀の足立審議員、先ほどお話常念さんからも出ました寺ちゃんファミリーの、はい、はい、ね、足立さん、先週水曜日基調的な物価上昇率が 2% を持続的安定的に実現するまでは基本的に緩和的な金融環境を維持しつつ極めて緩慢なペースで、政策金利を引き上げていくと話しました。追加利上げに関する植田総裁の考え、そして足立さんのこの発言、改めてこれどう感じですか。極めてロジカルでですね、はい、
でもなんか日経新聞の記事がなんか記事書いてる記者があんまり経済学分かってみたいないみたいで結構誤解を招いたみたいでね、なんかそのデフレも嫌だしインフレも嫌だみたいなそういう変な感想をまあ言うてる方もいらっしゃったんですけど、いやいやそんなこと言ってなくて、基本的にはそのまあインフレのまあそのなんて言うんでしょうね、リスクを見てますと、ただそのインフレのリスクにビビり倒すあまりですね、拙速な利上げをすると早くね、逆に今度デフレリスクが出てくると、無茶な利上げをする、なので、まあ、極めて緩慢なペースで、緩和的な金融環境を維持しつつ、粛々と利上げを行うっていう表現になるわけですよ、これたったこれだけですよ、そんな難しいですかねこのロジックね、そんな難しくないと思うんですけど、だから基調はインフレなんですけど、ビビりすぎてね、ビビりすぎて急ブレーキ踏んだら事故起こるよって言ってるだけなんで、いやだからあの慎重に踏んでいけばいいと、だから慎重にやりますということです、まあ、いろんなリスクありますからね、そこを全部見てますと、ただメインシナリオはそこなんですよね、はい、インフレリスクに、注意しながら少しずつブレーキ踏めば、まあ、デフレに戻される方のリスクはもう少なくともないだろうというような、そういう見立てなんだというふうにあの読んでください。簡単に言うとそういうことです。あの日銀の発表している講演要素とかも全部読みましたけど、極めてロジカルです、はい、何がこれのどこが分かりにくいんだと思うんですけど、というか日経の記事が分かりにくくしてるんじゃないかみたいな感じでしたけどね、はい、で日銀の足立審議員、物価上昇率について触れていましたが、9月の消費者物価指数、生鮮食品を除いた、コア CPI が、去年の同じ月より 2.4% 上昇、上昇率前の月の 2.8% から 0.4 ポイント縮小、上昇率縮小したのは5ヶ月ぶりだと。コアコア CPI は去年の同じ月より 2.1% 上昇、こちらの上昇率は前の月の 2.0% から 0.1 ポイント拡大と。そうです、まあ、こういう状況なんですね、まあ、コア CPI のね、伸びが縮小したのは補助金のせいですから、あ、そうなんですね、はい、なんでコアコア見ておいた方がいいと思います、コアコア、はい、しかも私の予想通りです、そうですか、はい、はい、ニュース最前線でした。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。朝日新聞です。27日投開票の衆議院選挙について、朝日新聞社、昨日とおととい19と20日ですね、全国のおよそ36万人の有権者を対象に電話とインターネットによる調査を実施、全国の取材網の情報も加えて選挙戦の情勢を探りました。現時点では自民公明の与党は過半数の233議席を維持できるか微妙な情勢で、自民党は公示前の247議席から50議席程度減る見通しです。また立憲民主党、公示前の98議席から大幅増、国民民主、れいわ新選組に勢いなどの情勢となっています。ただ調査時点で投票態度を明らかにしていない人が選挙区比例区とも4割ほどいます。今後情勢が大きく変わる可能性もあるといいます。朝日新聞の情勢調査を見ると、自民公明が過半数を維持できるか微妙な情勢だということですが、常念さん、改めてこれどうご覧になりますか。いや、この1週間で逆風の風圧が増したんですかね。あとね、全然関係ないですけど、昨日か一昨日かな、あの電話出たら、あのオートコールで、世論調査でございますって、で産経新聞の世論調査でした、でこれね、なんか答えてて思ったんですけど、次の11の選択肢から選んでください、1なんとか2なんとかって言うんですけど、11個もあるとめんどくさいから1っておっしゃる人結構いるんじゃないかと思って、忘れちゃうからね、これ歪むんじゃねえの、これ結果とかちょっと思ったんですけどね、電話世論調査どうなんですかね、だからその1番目の答えに何持ってくるか、そう、11番目を支持してる人は11までずっと待っててピッて押すのかなと、めんどくせえから1でいいやみたいな、なんかほら比例区のね、あの比例名簿で、あのあ行の人が有利みたいな、はあはあ、ああいうことも言われますよね、あの あ,、ね、あの力と言われてるんですけど、相内里奈最強伝説ってね、そっか、あいいだもん、あいうですか、相内里奈最強伝説というのがあるんですけど、いやだからそうなんですよ、そうですか、だからあさん、あっていう名字変えようかな俺、あさん、あとかいう名字変えたらだったら、あいうまで、あの、だからやっぱ相内里奈ですね、一応あいうだとかすれば、あいうだとか、あいうださんとか、あいうあにするとさ、あいうあったら最強じゃないですか、最強だ、あとか言う一番強いさん、いやいやそれじゃあでございます、大都会みたいなそうですか、クリスタルキング最強伝説、そうですよ、ああですからね、はい、
共同通信いきます。共同通信社が昨日と一昨日実施した衆議院選挙の有権者動向を探る全国の電話調査を見ると、比例代表の投票先自民党 22.6%、 前回12-13日の調査から 3.8 ポイント減りました。立憲民主 1.7 ポイント増 14.1%、 自民との差が 8.5 ポイントに縮まっています。比例投票先の3位以下は国民民主 6.1、 日本維新の会 5.8、 公明党 5.1、 令和新選組 3.9、共産党 2.7、 社民党 1.4、 参政党 1.3%、 みんなで作る党が 0.3% です。 32.3% がまだ決めていないと答えました。共同通信の調査では、比例代表の投票先自民党が 22%、 立憲民主が 14%、 前回調査よりも差が縮まったとしています。ジョネさん、このあたりはどうでしょうね。いやー、まずいですね。まずいです。まずい、株価にまずい影響が出そう。株価という観点から見て、まずい影響が出そうな気がする。はい、でも自民党はやっぱしくりましたね。石破さんダメだったじゃん。はあ、石破内閣を誕生させた最後はあれね、党員党投票というか議員投票ですから、はい、まあ、岸田さんと菅さんでやっちゃったんですけど、この判断はやっぱダメだったんじゃないですか。高市さんの方が良かったかもしれないですね、これやったらね。遊説詐欺でも高市さん今大人気らしいです。そうみたいです ね、 ね、小泉さんも大人気らしいです。新次郎さんもやっぱり石破さんじゃやっぱ、厳しいっすよね。そうですね。で、共同通信の調査で小選挙区の投票先野党系候補が 33.2%、 与党系候補の 24.6% を上回ったといいます。前回は与党系の方が多かったということなんですね。これも良くないですね。厳しいですね。はい、まあ、自民党の、ね、本部襲撃事件みたいなことも起こっているのにこれですから、まあ、割と最新の世論調査でしょ、昨日一昨日ですよ ね、 そうちにも電話あったぐらいですから、はい、なのでこれはちょっとね、自民党ね、攻めあぐねているというか、やっぱりあれですよ、記載問題ね、政治資金問題発覚したときに、いやもうこれ普通に所得として、税務調査の対象ですと、やるべきだったなと思いますけどね。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。日本企業の出社回帰が進んでいるという日経新聞の記事です。アマゾンジャパン、来年1月から原則出社を社員に求めるほか、メルカリは週2日の出社を推奨する取り組みを始めました。業務内容や個別事情に合わせて在宅勤務も活用しつつ、対面中心のコミュニケーションで生産性、会社への帰属意識を高めようとする動きが広がってきました。海外企業では対面重視への揺り戻しが起きています。アメリカ、アマゾン.com は来年1月から原則週5日出社を社員に求めます。アメリカではテスラ、オープン AI などテック企業を中心に出社回帰の機運が高まっています。日本でもオフィス回帰が進みます。アマゾンジャパンもアメリカの動きに対応し、原則週5日の出社にします。メルカリは7月末から週2日の出社を推奨する取り組みを始めています。部署、あと役割を超えた社員の交流促進を図るのが狙いでして、チームごとに執務エリアを定めたほか、モニター、電源を配備した個人向けの作業スペースも増設しました。日本も出社回帰の波ということなんですが、ジョネさん、これはどう思われますか。まあ、ただアメリカはね、そうは言ってもこう大企業でこういうのやってるっていうのはまあ出るんですけど、はい、オフィスはねやっぱりねダメなんです。ダメなんですか。ニューヨークのオフィス全然ダメです。開いちゃってる。いまだにダメって言ってました。そういうことなんです、ね、なんでリノベして、はい、レジデンスにね人が住むマンションに変えるみたいな動きが出てるって言ってますよ。はい、で企業の出社回帰に合わせてですね、日本のオフィス需要の復調は鮮明だそうです。三木商事が発表した東京都心の5区、千代田、中央、港、新宿、渋谷、このオフィスの平均の空室率、空いてる部屋は8月 4.76%、 2021年1月以来3年7ヶ月ぶりに供給過剰の目安とされる 5% を下回り、9月も 4.61% に低下しています。で背景には職場の充実が従業員のエンゲージメント、働きがいですねにつながるとの期待感があります。
ザイマックス不動産総合研究所が6月に実施した調査を見ますと、オフィス施策で重視する点について生産性の向上が 68.5% で最も多かったと、従業員の満足度向上 64.4%、 社内のコミュニケーション活性化 50.9%、 2019年の調査よりもそれぞれ 36.1 ポイント増、 10.3 ポイント増と大幅に上昇しました。日清基礎研究所の佐久間主任研究員は、データ整理など定型業務は在宅勤務が適している、仕事内容に応じた働き方の使い分けが生産性向上には欠かせないと話しています。その上で、新入社員の教育やチーム立ち上げの時の関係づくりなど、企業側は出社の目的や意義を明確にしていくことが求められると強調します。こういう動きなんですね。なるほどね、いや、いろいろちょっとね、この情報ね、テイダサマさんに今読んでもらったんですけど、はい、ザイマックス不動産総合研究所ってすごく言いにくくて、ザイマックス言いにくいですね。ねオフィス施策で重視する点、これも言いにくいですよ。ここ腹に力ないとちょっとね、あれって行き詰まる感じのものです ね、 ですね、言葉としては。あと意外と日清基礎研究所って言いにくいですね。そうですね、日清基礎研究所言いづらい、ね、意外と言いにくいです ね、 づらいですね。そればっかなんかちょっと頭残っちゃって、はい、全然ちょっと読んでる内容が入ってこなかったんですけど、そうですか。要は在宅勤務に適した仕事があるので、はい、そういう会社はしっかりやってくださいってことですよね。そういうことです、ね、簡単に言えばそういうことなんです、実を言うと私ですね、十数年前に僕が応援してる後輩がね、はい、起業したんです、はい、まだこんなコロナとかね、なんともう 十何年前だ、16年前か、はい、2008年とかなんですよ、はい、リーマンショックの真っ只中で起業したみたいな感じなんですけど、でそれは不動産のね、物件、はい、を入力するお仕事、はい、ほら、いろんな不動産サイトあるでしょ、それこそね、アットホームさんとか、はい、ね、それからスーモさんとか、はい、ああいうところの入力の代行のお仕事なんですけど、はい、これなんと従業員というか、働いてる人、みんな在宅勤務。ああ、そうなんですか、はい、会社員だけど。会社員っていうか、まあそう、アルバイトの人が、アルバイトっていうかね、業務委託の人もいいんですけど、皆さんだから、その介護とかで家を離れられないとかいう人にチャンスをっていうので、で入力業務入力で、ね、まあ、ちゃんとやるとそこそこ稼げるっていうので、結構授業も、もうじゃあ1015年ぐらい、13、4年続いてるんですよ、こういうの前からやってて、でそのなんか入力とかね、はい、データ整理とか定型業務は在宅勤務に適している、その通りだなと、後輩の会社がもう十何年続いてるんで、ね、そうだなと。仕事によってはそれでよしと。そうでそれで、はい、効率よくやって、かつね、当時その海外にそのデータを外注するって多かったんですよ、はい、ベトナムとか中国で行ったら安いじゃん、はいはい、向こうでね。でも実際やらしてみると、もう手戻りよくて日本語わかんねえから、あんま変わんないんですよ、コスト、あとほらそういう情報がなんか漏れたりみたいなね、こと考えるとやっぱ、ね、可能性はあるもん、ね、そうそうそう、だからまあ日本で、ね、日本人にやらしてもいいんじゃないですかみたいなところもありですね、はい、ちょっとこの最近の経済安保ブームにも乗りですね、ちょっと頑張ってやってるんですけど、そうですか、その後輩入力業務、そうそうそう、ね、だからそういう適した会社はやったらいいんじゃないと、はい、そうですね、日清基礎研究所、ザイマックスさんの方ですか、違います、ザイマックス不動産総合研究所、ザイマックスさんの、あ、そうですね、ザイマックス不動産総合研究所、不動産施策がオフィス施策としてですね、そうそう、そのあたりがちょっとね、ちょっと言いにくい、腹に力入れ、腹に力入れ、不安となっちゃうっていうですね、かな、そういうふうにね、まだそういう適した会社はやったらいいと、そうですね、適した業務あると思いますよ、私在宅勤務推奨なんで、うちの会社もだってもう在宅の人いますから、はい、はい、もうほとんど在宅で、それでできればということですもんね、はい、人によってはもう全然どうぞ在宅してください、まあ、これからだからね、必要なところはやる、そうです、というね、まあ、生産性上げるには在宅も絡めた方が僕はいいと思う発想、てか、まあ、自分のやってる仕事がそうですからね、これが農業とかだとね、在宅じゃできないですから、それは無理ですけども ね、まあ、それは業種によりということなんで、まあ、その生産性向上の一つの手段として、うまく使ったらいいんじゃないですかぐらいですよね、はい、はい、ニュースピックアップ、今度はこちら、昨日の産経新聞、与党過半数市場も注視、27日投開票の衆議院選挙で株式市場は石破総理が勝敗ラインとした与党で過半数を維持できるかに関心を寄せています。与党が勝利しても政治と金の問題に揺れる自民党が大きく議席を失って政権運営が不安定化すれば株価が下落するリスクもあるといいます。市場が日本株に対して最も気にしているのは、石破政権が選挙後も盤石な体制
政で経済政策を推進していけるかどうかです。石破総理、賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現を掲げ、岸田前総理の路線を継承します。三井住友 DS アセットマネジメントの吉川氏は、与党が過半数を維持できれば景気回復を支援する政策が続き、市場もポジティブに受け止めると指摘、年末に向けて株価は堅調に推移すると予想しています。与党が過半数を維持できるか、微妙な情勢とも言われてきてますが、与党が過半数を維持した場合、この株価について、現時点ではジョネさん、このあたりはどうお考えですか？いや、もうこれ吉川さんのおっしゃる通りだと思いますよ。過半数割れというもうニュース出てますので、下がるんじゃないかな、普通に考えたら。だって対抗してね、あの野党第一党 の、 その、ね、対抗している立憲民主党というのは、物価目標は 0% 超で良い、ね、小川淳也さん幹事長ですか、1ドル70円の頃が良かった、ね、それからあとその、まあ、0% 前後のですね、物価上昇を許すということはですよ、これ賃金も上がらなくていいってことですから、物価と賃金の相関って 0.9 とかあるので、だから物価上がらないってことは賃金も上がらなくていいっていうことになっちゃいます、それ分かってなくて多分言ってると思うんですけど ね、だそういう経済音痴の人がやろうとしてるし、なんかその国の決定にね、大きな影響を与えるってなると、それはもう乱れますよね、経済、だからそのいつも言ってるじゃないですか、自民党にお灸のつもりが国民大やけどと、皆さんの生活かかってるんですから、そのね、不記載のことでそのまあお怒りになるのは分かりますけど、もうちょっと落ち着いた方がいいですよ、それで仕事がなんかね、おかしくなったりとか、そのマクロ経済の影響って本当に大きいですから、デフレでもいいとか言ってる人がその、まあ、政治の中で大きな力を持つってこと の、 その悪影響ですよ、物の値段だけ下がるんじゃないですよ、大量の失業を伴って物の値段が下がっていくのがデフレだってこと忘れました、もう、忘れちゃダメですよ、そこをちょっと思い出して失業を伴うっていただかないと、俺は失業しないからいいなんていうことじゃないんですよ、影響を受けるのは我々の子供や孫の世代が影響を受けるわけですから、子供たちの未来のためにとか言ってるね、人たちがそんな無責任な投票していいんですかと思いますよ、で、衆議院選挙が自民党に厳しい結果になった場合、高市早苗氏が脚光を浴びることに伴う高市トレードの再燃を懸念する向きもあるといいます。これは自民党総裁選が行われた9月27日に金融緩和に前向きな高市の勝利を織り込んで円安株高が進んだためで、産経新聞は、市場参加者は自民党内の力学にも目を配る必要がありそうだと、このように伝えています。高市トレード、これはジョネさんは再燃するとお考えですか？自民党過半数割れからの、それで石破政権短命に終わって今度高市さんが行って、来年ダブル選挙で自民党ボロ勝ちするとかなったら、なるかもしれません、これは大勝負ですね、ただ高市さん気をつけなきゃいけないのは、そんなに供給側に余力がないので、あんまり財政ふかしてもですね、実質 GDP は増えないかもしれないので、いいんですよ、絶対デフレを戻さないという決意、それはよし、ただインフレに対する配慮があまりにもないと、それはそれでまた市場からですね、手のひら返しを食らいそうだなというふうに思います、確かに今常念さんご指摘の、だって供給能力に伴わなかったらそれはもうねダメなんですよ、いくら金吸っても作れるものの量は一緒でしょ、実質成長はそんなしないんです、名目は成長しますけどね、そうするとインフレ率だけ上がっちゃうんで、そういう時に、政権はね、またね人気なくなるんですよ、またいろいろ批判がきますもんね。岸田政権もそんな悪いことやってないのに支持率下がってる理由の一つはね、これインフレ率がやっぱ高いと、政権のやっぱ人気って出ないと、で今までほらもう 0%、1% に慣れてきた国民がやっぱ 2% 慣れてないんで、こういうことになっちゃったということですけど、じゃあデフレに戻したらどうなるかというと、何度も言いますけど、物価は下がるけど大量失業を伴いながら下がるんで、そんなんいいんですかって話、それは大問題ですよ、大量失業が必ずおまけでついてきますから、そっちがむしろ問題なんですよ、そこ忘れちゃダメですよね、忘れちゃダメ、続いてはこちら、読売新聞、自民党森山幹事長、防衛増税開始12月に議論、
自民党森山幹事長は昨日の NHK の番組で防衛力強化の財源を確保するための増税の開始時期について12月の自民党税制調査会に向けしっかり議論させていただきたいと話しました。政府は法人税、所得税、タバコ税の増税を2027年度に向けて段階的に実施すると決定していますが開始時期は決まっていません。石破総理が年内に決着させる考えは示しています。防衛増税の開始時期12月の税制調査会に向けて議論するという森山幹事長の発言ですがこれは常連さんいかがですか。センスねえなと。まあ、財務省からそう言われたんでしょうけど、茂木さんがね、はい、自民党総裁選の時に言ってたじゃないですか、はい、その防衛増税を議論した時と今とではその経済環境があまりにも違いますと、はい、税収がこれだけ伸びているのにそのランニングコスト1億円わざわざ増税で調達する必要があるんですかと、はい、ね、名目 GDP の伸びの3倍ぐらい税収伸びちゃうんですよ、はい、で今名目 GDP 4% ぐらい伸びますから 4% 5% 伸びちゃいますから、はい、ってことは税収はもう 10% 以上伸びるでしょ、はいはい、ねえ、で今だって日本の税収すごいじゃないですか、うん、はい、ね、80兆とかぐらいですかね、はい、だからそうすると1兆円出ますね毎年と。しかも毎年伸びるんですよそれ、名目 GDP、はい、ね、成長していけばね、成長した分にさらにまた1割ずつぐらい感じ伸びていくわけですから、はい、だとするとこれ、うん、前のねその、まあ、岸田政権が発足した当初まだコロナの真っ只中みたいな時期 の、はい、その経済環境を前提にした議論をこのまま続けていいのかって話ですよね、はい、だからそのこういうこと言うのもいいんですけどそのもうちょっとこう茂木さんが言ったような増税ゼロ増税ゼロも含めてですよね。だから要はその経済環境が変化してるからそういうのも再点検してもう一回議論しますっていうことだとあこれは増税ないかもしれないなみたいな感じもなるんですけど今のだとやる方向に向けて議論するみたいな風にしか聞こえないじゃん。しかもこの選挙の前にバカじゃねえみたいな。せっかく立憲民主党がさあれですよあのほら 0% インフレでいいとかねインフレ 0% 超過ねそれからあの金融所得課税 25% とかだから増税路線言ってねこけてくれたのに自民党も一緒にこけてどうすんだよと頭悪いなと思って見てました。はい、でこの防衛増税について野党の各党は昨日の NHK の番組で衆議院選挙中に開始時期を明示するよう求めました。立憲民主党小川幹事長増税に関し基本的には必要ない方向で議論したいと主張しました。これはあの増税に反対というよりもあの 防衛、ね、はい、防衛増税、はい、防衛力増強に反対という文脈じゃないですか。立憲民主党はどっちかというとね、はい、で維新の藤田幹事長は安易な増税には反対だと訴えました、まあ、これはそうでしょうね、維新は基本的に増税反対です、はいはい、で共産党小池書記長は開始時期を曖昧にしたまま選挙を戦うのはありえないと批判をした、まあ、これも増税に反対というよりは、防衛力整備に反対みたいな感じの立場じゃないですか、はい、で防衛増税について野党各党は衆議院選挙中に開始時期を明示するよう求めたと、まあ、こういうことのようなんですけどもね。いやだからこういうこと言われるので、はい、いやその議論するっていうのはどういう意味かというと経済環境があったんでひょっとしたらいらないかもしれないところも含めて議論するんだって言えばいいのに、こんななんかやる方向で議論するみたいなニュアンスでしか言わないから、まあ多分財務省にそう言えって言われてるんでしょうけど、やっちまったなって感じですね。まあ、おそらく大体の方がやっぱり上げるんだっていうね、なっちゃいますよ、気持ちですもんね。しかも立憲民主党が増税言ってんのにこっちの方が扱いでかくなっちゃったじゃないですか、はい、とセンスねえなとたださえ苦戦してんのに、ねえ、しょうもなって思います。さあこれがどう響いてくるかですね、ですね、はいはい、続いてはこちら、読売新聞、輪島三小学校に再編。1月に起きた能登半島地震で被災地となった石川県輪島市で、市立一律の小学校全9校を3校に再編する案が検討されていることが分かりました。奥能登地域では少子化に加え地震による人口の流出で児童数が急減しています。統廃合が人口流出を加速させる恐れもあり過疎地で学校を維持する難しさが浮き彫りとなりました。3つの学校への再編、これがまとめられたのは児童数の減少に加え近年規模の大きい市の中心部の小学校への就学を希望する子が増えていることや地震で損傷した全校を修繕する財政的余裕がないことが理由です。統廃合の検討は有識者らの委員会が去年の秋から進めています。再編案は今月下旬に予定される会議で示される見込みで今後住民説
明会や市議会でのお議論などを経て決定されます。で、輪島市では3つの小学校に再編されるということです。9つが3つということのようですね、うん、これはですね、福島でね、はい、起きてることと近いんですよ。そうですそれはどういうことかというと、もともとその、少子高齢化とか過疎化の問題があって、はい、であってで福島はあの地震と原発事故のおかげでそれがまあ20年、いきなりこうタイムマシンで先に行っちゃったみたいなね、はい、ことで、その先の対応を迫られたと、ね、もうなんかいろいろ問題なって言ってじわ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 なってたのが一気にこう時計の針を、はい、あの事件で進められてしまったと、事故でね、はい、事故と地震で進められてしまったと、で能登半島もまあ今回のそのまあね、地震と豪雨でですね、はい、そうです、あのタイムマシン の、まあ、その針ですよね、一気にもう10年20年先に進められてしまって、はい、まあ、いずれはこうなるってことはみんなうすうす分かってたんだけど、まあ、先行っちゃったと、はい、このタイムマシンの話ってあの社会学者の貝沼博先生がね、ほうほう、あのよくされてるんですけど、そういう事故など、事故とかこういう災害などをきっかけとしてですね、はい、まあ、一気にこの時計の針が進むという現象が起きてると、そう捉えると、まあ、分かりやすいのかなと思います。はい、まあ、残念ですけどいつかはこうなるのはみんななんとなく分かってたんですけど、ああ本当に来ちゃったかと、一気に来ちゃったかみたいな感じなんですよね、はいはい、で奥能登4つの市や町、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、こちらでは地震後人口流出が加速しています。文科省の調査を見ると合計の児童数は2014年、今から10年前ですねの5月、2497人いましたが、去年5月は1663人、地震後の今年は1179人に 減少しています。で、輪島市以外で小学校の統廃合の動きはありませんが、将来的に学校の維持が困難になる恐れもあります。和光大学の山本教授は、学校には避難場所や地域づくりの拠点という役割もある、統廃合は輪島市のような被災地ではなおさら住民の合意形成を丁寧に図ることが不可欠だと指摘しています。学校統廃合、さらなる人口流出と過疎化を招く恐れもあるというんですね。長期的な自治体経営のこの影響も考慮する必要がある、まあ、こういうふうに発言をしています。まあこれなかなかね、まあ、逆に人口がだから少ないことを逆手にとって何か産業、はい、みたいなこともあると思うんですよ、例えば今ほらドローンが自由に飛ばせる場所ってあんまり日本ないじゃないですか。そうですね、ドローン特区みたいなことやって、はい、まあ、人が逆に少ないからこそその物流とか、はい、ね、あ、は、はい、そういうのもドローンバンバン使って、ね、やって、はい、でもうここ守るのもドローンで守るみたいな、はい、自衛隊とかももう出てきてもうドローンで守りますみたいなこといろいろ実験やれば、なんか活性化するじゃないですか、はい、なんかそういうの僕本当その過疎地でドローン特区って絶対いいなと思っていろんなとこ行って喋ってるんですけど、はい、なかなかなんかこれ現実ドローン特区いいですね、うん、と思うんですよ。今だってどんどん減ってるでしょ。そうそう、だからあの物運んだりとかね、はい、生活物資とか運んだりとかするのを、それこそウクライナの企業とかに来てもらって、はい、バンバンやると、はい、でこういうとこ守るのもね、まあ、ちょうどほらあの日本海に面してるんで守らなきゃいけない場所じゃないですか、はい、ドローンなんか使ってこう守るための、まあ、実験かつあの、で人もあんまりいなければ落ちてもそんなにね、リスクもないでしょうから、はい、そんなことやったらいいんじゃないかってずっと言ってるんですけどね、いろんな地方で講演とかする時、ドローン特区できないですかね、そんな人いねだったら魚にとってドローンやったらいいんじゃないですかとか言うんですけど、はい、なかなか進まないんですよね。でなんか下手に飛ばすとね、ええ、今の現行法だとそれこそ飛んでる下に警備員置いとけみたいなわけわかんねえやつとかあったりするんで、ええ、無理だろそんなの。でたまに捕まっちゃったりするんですよ。それで、あ、それでね、一応だって警察法律でそう決まってる、まあ、違反だって違反だって、まあ、不起訴になったりもするらしいんですけど、ええ、いやどうなんだと。そうですか、まあ、だから特区でね、そう特別な区ですから、そうだからまあこういう、はい、人口減っちゃいますよっていうのを無理やり止めようとするよりは逆手に取るようなことを逆に考えてポジティブなことできないかなって私は思うんですけどね、すいません経営者発想なんですけど、はい、はい、続いてはこちら。昨日の産経新聞、北朝鮮派兵日韓の脅威。韓国政府、北朝鮮が朝鮮人民軍の特殊部隊をロシアに派兵したという情報を明らかにしました。北朝鮮がウクライナ侵略に参戦したと断定しています。北朝鮮がこれほど大規模な地上軍を海外に派兵するのは史上初めてです。ロシア、北朝鮮両国はソ連時代の軍事同盟に回帰、共闘する姿勢を鮮明にしていて、北東アジアの安全保障に深刻な影響を与え
いそうだとしています。韓国の情報機関の国家情報院18日の発表によると、北朝鮮の第一陣の部隊およそ1500人は北東部のチョンジンというところの東部、あとは東部ですね、あとハムフン付近の地域からロシア太平洋艦隊の艦艇7隻でロシア極東ウラジオストクに移りました。ロシア艦隊が北朝鮮海域に入るのは1990年以来です。ロシア北朝鮮の軍事協力の急速な進展を物語っています。で、派兵されるのはポッポップン軍団、暴風と書きますが、ポップン軍団、ね、弱そうですね、ポップン軍団吹けば飛びそうな感じですよね、弾けちゃうような感じもします、ね、なんか弾け飛びそうな感じですね、でも暴風と書くんですよ、うん、暴風軍団で暴れ風、ポップン軍団、ね、はい、ポップン軍団と呼ばれる、精鋭の特殊部隊第11軍団の将兵で、金正恩朝鮮労働党総書記が先月11日と今月2日に部隊を視察したといいます。この第11軍団の兵力4万から8万人とされます。北朝鮮が朝鮮人民軍の特殊部隊をロシアに派兵という動きですが、常念さん、これはどう見てますか。まず、はい、なんでこんなことしなきゃいけなくなってるかというと、はい、ロシアがもう兵隊足らなくてどうしようもないんですよ、はい、全然足らないんです、でも結構やられてですね、囚人使ったりね、あとその外国人労働者騙して戦場送ったりとか、いろいろやったんですよ。あとそのおじいちゃん、はい、年齢 ね年齢もうだ、60代の兵士がいてみんな病人だとか言ってね、前線から文句出てるとかね、はい、いろんな情報あって、もうあの歩兵を使ったですね、はい、ゾンビ戦術がもう維持不可能になってきたと、はい、まあ、要はそのやられてもいいから突っ込ませるって感じで、今1日1500人やられてますからね。そうですか、はい、だからこのポップン軍団1500人、10日でだから全滅です、普通に行けば、はい、まだポップンド、だからもうポップンって感じで、ね、ポップコーンみたいに弾け飛んで終わりみたいな、まあ、感じですよね、でもあの人足んないんで、じゃあもう北朝鮮から連れてこようとなった時に、はい、北朝鮮軍が参戦したってバレたらやばいんで、はい、ブリヤート共和国のブリヤート人ですっていう風に言い訳するために偽の身分証明書とか渡してでやろうとしたんですけど、いろいろバレてきたと。で、あの親ロ派の皆さんはロシアが認めてないから政府って謎基準なんですけど、はい、もうあのウクライナからも、それから韓国からも、あと北朝鮮ウォッチャーからも情報出ちゃってますし、で CNN もほらなんかスクープで朝鮮語の質問票が配られて、ね、軍服のサイズとか聞いてるとか出ちゃって、はい、でアメリカはなんでまだ公式認めてないかと、これちょっとよくわからないんですけど、どういう理由があるのかね、認めちゃうとエスカレーションせざるを得ないので、まだ認められないみたいな、とか、まあ、エスカレーションでこう内容考えてるんじゃないかとか、いろんな、まあ、見方があるんですけど、まあ、そういうことです、はい、なので、まあ、ロシアがすげえ困って、はい、でインチキして連れてこようと思ったのが今バレかけてるっていう、今そういう状況だというふうにあの認識してください、はい、でそれからあともう一個特殊部隊、はい、特殊部隊、我々はもうランボーとか装甲騎兵ボトムズのおかげで、特殊部隊強いってイメージですよ、ね、もう最強だという最強だと思ってますよね、はい、違います、違う、はい、ロシアの砲撃戦に特殊部隊が投入されても、歩兵と力はほとんど変わりません。あ、そうですか、はい、なんでかというと、その砲撃戦というのはどういうふうにやってるかというと、塹壕から歩兵部隊が出るんですよ、はい、敵の砲火をかいくぐってっていうか、まあ、ほとんど全部やられながら出るんですよ、でやられるでしょ、でやられた時に敵がどっから撃ってきたか、ウクライナがどっかから撃ってきたかっていうのを見て、はい、撃ってきた場所分かるじゃないですか、はい、そこにあの大砲でバババって砲撃して潰してちょっと前進するんです、はい、でまた歩兵行かせてウクライナに撃たせてと、やるたんびに犠牲出るんですよ、はい、でそこにそのランボー行っても多分あの肉びっきの中に入るのと同じで、やられちゃうんです、はい、だ特殊部隊ってのは特殊任務するから特殊部隊であって、別にあのランボーやね、あのキリコキュービーみたいにもうボトムズの特殊部隊みたいに強いわけじゃないんですよ、何でもできるぞみたいなできるじゃないんですよ、特殊な装備を持ってる特殊なミッションできるっていうので特殊部隊ってこと、はい、で北朝鮮の特殊部隊はそれ以上に忠誠心が高いとか低いとかの特殊部隊なんです、はい、なんでかっていうと、忠誠心低い部隊をあのウクライナ連れてったらどうなります、北朝鮮、はい、逃げちゃうじゃないですか、みんな、はい、だってこの世の地獄なんだから北朝鮮、はい、だから逃げなそうなやつ、うーんあのお互いにちゃんと監視が効いてるやつをとりあえず連れてくっていう感じみたいですけど、はい、でもそれでもなんか一部逃げたなんていう情報もありますよね。そうですね、もう逃げて亡命してると反省できますね、この辺がだから証言してくると面白いんですけど、はい、まあ、でも1500人ぐらい送ったからといって、こんなの1日でいなくなっちゃうし、1万5000人送ったとしても、まあ、10日で、ね、全部やられちゃうぐらいのことなんで、まあ、焼け石に水だと私を監視してくれてる専門家は言ってました。そうですか、はいはい、で北朝鮮ベトナム戦争や第4次中東戦争、シリア内戦にパイロットや小規模
規模部隊を送ったことはあるが、1950年に勃発した朝鮮戦争以来およそ70年間本格的な実戦経験はなかったといいます。北朝鮮にとって今回の派兵は現代戦を経験し新型兵器を試す格好の機会となるとも言われていると。韓国統一研究院の本民専任研究員は、北朝鮮の参戦で、ロシアと北朝鮮は明らかな軍事同盟にあると確認されたと指摘。逆に朝鮮半島有事にはロシアの参戦も想定され、北東アジアの戦略的な対峙構図に甚大な変化をもたらすと分析しています。さらに北朝鮮高官らの戦線派遣でミサイルの実戦データが蓄積されるだけでなく、派兵の見返りにロシアからの核ミサイル技術の提供も拡大する可能性が高いと見ています。核ミサイルの脅威に直面する日本も対応を迫られているという、こういう記事なんですかね。まあその通りですね、はい、もう北朝鮮がこの紛争をアジアに呼び込んでるっていう感じですね。韓国は北朝鮮軍が地上で確認されたら、全力でウクライナに殺傷兵器も含めて軍事援助すると言ってます。で韓国の戦車ね、いろいろ腐してる人いますけど、ポーランド軍がもう使ってるんですけど、割と使い勝手いいじゃないか。韓国の戦車、評判いいんですよね、で結構いっぱい持ってるので、これ出てくるとね、装甲兵力、当然そのロシアのポンコツ戦車なんかより全然性能いいですから、これ戦況大きく変わるかもしれませんよ。装甲戦力はもうね、戦場の突破力の基本ですからね、いろいろこう世界大戦に向けて今動き始めたと、あともう一個ちょっと言っとくと、アメリカ大統領選挙終わったら、イスラエルが、なんかやるかもしれない。そうなんですか。なんかやるかもしれないって言ったら、それはなんかはやるんですけど、ちょっと、これは詳しくは八重洲イブニングラボでみたいな話ですけど、というのもあります。戦争終わってない、大統領選挙待ちってことなんですね。そう戦争はまだ終わってないですよっていうことを言いたかったです、だって北朝鮮から韓国にだって仕掛ける可能性はないんですか。北朝鮮から韓国ね、もし仕掛けたとするとこれ大変なことになりますけど、やるかな、二正面できる体力が北朝鮮にあるか、だけど分かんないです。経済関係なくやってくるのがああいう独裁国家ですから、気をつけなきゃいけないですね、それもね。昨日の読売新聞、金融庁に出向中の裁判官によるインサイダー取引疑惑で、裁判官が今年4月の出向直後から上場企業に関する未公表情報をもとに毎月複数回にわたり不正な株取引を行っていた疑いのあることが分かりました。証券取引等監視委員会は、裁判官が株式公開買い付け TOB などを審査する立場を悪用して取引を繰り返し、少なくとも数十万円の利益を上げた可能性があると見ています。裁判官は30代の男性で、30歳代の男性で、最高裁事務総局から金融庁に出向、企画市場局企業開示課の課長補佐として知った TOB 情報などをもとに対象企業の株式を本人名義で売買していた疑いが持たれています。アホですね、バレます、こんなことで。100%バレます、これは。バカですね、こんなやつが裁判官やってるんですね。そうなんです。司法試験に受かる能力と、これがバレるってことに気づく能力は必ずしも一致してなかった、高学歴バカの典型なんじゃないですか。ましてや、だって裁判官ですよ。いや、相当頭いい人だと思いますよ、だから裁判官だと。ジャッジする立場の人間が物の善悪も分かんねえのかというね。でもこういう人がいるってことなんで、他にも混じってる確率的には他にも混じってる可能性高いですよね、で裁判官関係者によるとですね、裁判官は4月の出向直後から関東財務局が審査する TOB に関し不正取引を始めたとみられます。関東財務局が取り扱う TOB月10件程度あって、 TOB を予定する企業は実施予定日、価格、期間といった買い付け条件などを財務局に書面で提出します。で裁判官は関東財務局への指導や助言を行う立場でこれらの情報を入手していたと。すごいですね、警察官が泥棒だったぐらいの勢いですね。いや本当ですよ、やばいですよ。でこれ 100% バレます。なんでかというと、この10件ことごとく買い入れて、利益出してたら、お前これ絶対
知ってるだろうって見りゃ分かりますからこんなの、100% バレる、あの統計的にやってますからねちゃんとね、証券投資してるってことなんですね、チェックしてますから、これはあの何度も聞かれるんですよ、あのネット証券で口座持ってる人はなんかそういう特別な情報を知れる立場にありますかみたいなこと、すげえ聞かれます、私が持っているその、まあ、例えば、海外のね、銀行のプライベートバンクのアカウントとかでも何かそういう政府の関係とかで、秘密情報を知れる立場にありますかってことを宣誓して、でその宣誓嘘だった時には、あの罰金取られますからね、そうなんですね、はい、基本的にはそういうことです、横浜市青葉区黒金町の住宅で後藤博春さん75歳の遺体が見つかり現金が奪われた事件、神奈川県警は20日強盗殺人容疑で逮捕していた千葉県印西市宝田真月容疑者22歳を横浜地検に送検しました。発表によると宝田容疑者は仲間数人と共謀し15日ごろ後藤さんに暴行を加えて殺害した上、現金およそ20万円を奪った疑いです。後藤さん宅からはネックレスなど数点もなくなっていました。調べに対し宝田容疑者、税金の滞納が数十万円あり短期間で稼げるアルバイトを SNS で探しホワイト案件の投稿を見つけて応募したと説明、途中で犯罪に加担することに気づいたが家族に危害が加えられるかもしれないと考え断れなかったと話しています。この事件、常念さんはどうご覧になりますか。なんかね、この強盗団の方もすごい、こうスキルが進化してて、でそのパッと見その犯罪に加担すると分かんないような募集をしてるらしいんです、なんか場合によってはそういうアルバイト系のサイトとかに闇バイトがもう普通のね普通に載ってて、行ってみたらこれだったとかいうことが多いらしいんですね、でよくあるのがそこで、その身分証写真撮られて、実家の番号聞かれたんでもう抜けられないみたいな言うんですけど、それ嘘らしいですよ、そうなんですか、あのその時点でバッて逃げて警察行けば大丈夫らしいです。ただ集合場所行っちゃうとね、そこになんか集まってるやつが武器持っててなんかやったりとかもあるので、あの、まあ、ちょっとね気がついたら隙見て逃げて警察行けばあの保護してもらえるので、あの大丈夫だってあの警察も言うてますから。そうですか、はい、あのこれもあの逆戻りできないって思わせるようなことを SNS で言うてる人もいますけど、あの必ずしもそうじゃないらしいですから、そうなんですね、とにかく全力で逃げてください、言って怪しいと思ったらもう警察行く勇気持たなきゃダメだってことですね。そうですね、まあ、勇気というか警察の方もあのしっかり守るんで、大丈夫ですと、あのその個人情報とか取られても全然大丈夫ですから来てくださいと、警察ちゃんと守りますと言ってるので、もっと警察それ言った方がいいですね。そうですね、っていうか今までなんで言わなかったんだって感じなんですけど、そういう風に追い込まれていってると、だからこう犯罪を取り締まる側がねこれちゃんと対応して、まあ、今やり始めてるので、あの個人情報を取られたんで逃げ切れないと思った家族に危害が加えられるかもしれない、これもあの警察守ってくれると今言ってるので、そこはあの間違いないでほしいなと思いますけどね、で捜査関係者によると後藤さん宅には指示を受けて自分の車で向かったといい、指示役との連絡には秘匿性の高い通信アプリを使ったと、実行役自身を含めて3人で他の2人と面識はなかったと言います。で同居の父親によると、宝田容疑者個人で塗装関係の仕事をしていて14日深夜に車で家を出て16日早朝に帰宅したと言います。後藤さん、手足を縛られていた粘着テープからは17日千葉県市川市で発生した事件で、住人の女性を監禁したとして現行犯逮捕された藤井秀容疑者26歳の指紋が検出されたといいます。藤井容疑者の指紋、9日に千葉県船橋市で判明した強盗致傷事件の現場でも見つかっていると。まあだからいろんな現場で犯行を重ねてたってことですね、もう一回手染めるとまた呼ばれちゃうんですよ、お前もこの間やったろうと警察バラそうとか言われて、なんですよ、だからその1回目でやべえなと思ったらもうすぐ逃げると、個人情報取られても大丈夫です、大丈夫、警察ちゃんと守る言うてますから、大丈夫ですということですよね、まもなく8時です。